ICOCA電子マネー。ICOCA電子マネー。ICOCA電子マネーとは、西日本旅客鉄道 JR 西日本の IC カード乗車券 ICOCA を活用した電子マネーサービスである。先行して始まった JR 東日本の Suica ショッピングサービス。現在の Suica 電子マネーと同様のサービスであるが、Suica の場合とは異なり、初期のカードでも交換することなくそのまま使える。ICOCAエリアである、京阪神地区、アーバンネットワークエリアや岡山、広島エリアに加え、四国エリアの一部の駅、高松駅、坂出駅、福岡エリアのセブン=11ハートイン、駅ビルの店舗の一部、自動販売機及び街中にある加盟店などの約153,500店舗、2012年6月末時点で利用可能である。本サービスのキャッチフレーズは、ICOCAで顔カー、タッチして顔カーで、ICOCAのイメージキャラクターである、仲間由紀恵、2008年3月末頃まで起用が、ポスターなどで呼びかけていた。なお、ICOCA電子マネーと、Suica 電子マネーは2008年3月18日より相互利用が可能になった。加えて2010年3月13日に東海旅客鉄道 JR 東海のTOICA電子マネーとも相互利用を開始した。さらに2011年3月5日に九州旅客鉄道 JR 九州のSUGOCA電子マネーとも相互利用を開始した。そして2013年3月23日の交通系 IC カード全国相互利用サービスの開始に合わせて北海道旅客鉄道 JR 北海道のKitaca、関東私鉄各社のパスも名古屋鉄道、名鉄、名古屋市交通局のmanaca、西日本鉄道、西鉄のnimoca、福岡市交通局のJCB兼の各電子マネーサービスとも相互利用を開始した。これによって、関西、山陽、北部九州、北陸地区の他に、札幌、仙台、新潟、首都圏、東海、山陽、九州地区でも利が可能になった。ただし、ピタパショッピングサービスとの相互利用、全国相互利用サービス対応の各カードともに関しては2013年3月23日以降も対象外となっている。名称は、IC オペレーチングカードの略と、ICOCAの関西弁発音、ICOCAより、店舗での物品購入の際に、店員にICOCAで支払う旨を申告した上で、レジの読み取り機にICOCAをタッチする、鉄道での利用と同様にパスケースなどに入れておいても、利用可能ことで、商品金額引き去りが行われる。決済完了は、タッチ音の鳴動で確認できる。自動販売機の場合は購入する商品のボタンを先に押してからICOCAをタッチする。ボタンを押さずにICOCAをタッチすると残額が表示される。チャージ額が商品額を上回っているとタッチ音が鳴動して商品金額の引き去りが行われ商品が提供される。一部店舗のレジでは読み取り機がレジと連動していないため支払い金額を読み取り機に店員が入力し決済する必要がある。店舗で購入金額に対してチャージ金額、入金額が不足している場合、不足分は現金に限り決済できる。ICOCAを2枚以上使用、Suicaエリアでは一部の店舗では、貸しての決済や自動販売機でのCOCAと現金の併用はできない。前提として一部を除き店舗ではICOCAにチャージ、入金することはできない。現在サービス実施中の店舗の詳細は JR 西日本のICOCAでお買い物ができるお店検索を参照。ICOCA電子マネーは大阪駅内のコンビニエンスストアから展開を開始した。その後2006年6月にはアーバンネットワークのICOCAエリア内のデイリーインとハートインの全店で決済が可能になった。また駅構内の自動販売機やコインロッカーでも利用ができるようになった。小規模店舗の他に、駅ビル等の商業施設でも導入が進められている。駅マルシェや大阪ステーションシティ、京都駅前地下街ポルタといった近畿圏の商業施設の他に、サンステ、岡山、広島駅ビルアッセ、金沢百番街などの岡山、広島、北陸の駅ビルでも利用が可能である。ICOCA電子マネーは在来線だけではなく新幹線の一部駅でも利用できる。2009年2月からは東海道新幹線の新大阪駅と京都駅構内の東海キオスクが運営する一部の店舗で、また同年7月からは山陽新幹線の博多駅と小倉駅構内の JR 西日本グループが運営する一部の店舗でも決済が可能になった。また、阪神電気鉄道の駅構内の一部店舗、アイビショップ、阪神売店などや近畿日本鉄道の駅中施設、タイム、エスプレースにもICOCA電子マネーが導入されている。2007年2月1日からICOCA電子マネーの新サービス、ICOCAコインロッカーが開始された。サービス開始時は、京阪神の6駅、大阪、新大阪、京都、天王寺、三宮、姫路に限られていたが、順次設置駅が拡大している。電子マネーの導入が拡大する中で、駅周辺を超えて、街中の店舗でも導入が拡大している。例として、少額決済の利用が多いコンビニエンスストア、工実やスーパーマーケット、イオングループ、国地区は、利用不可、イトーヨーカドー、阪急オアシスなど、ファーストフード店、すき家、松屋、ミスタードーナツココ一番屋、マクドナルドなど、ファミリーレストラン、スカイラークグループ、ガスト、バーミヤンなど、ロイヤルホストほか、ドラッグストア、書店、紀ノ国屋書店など、カフェ、ドトールコーヒーなど等が挙げられる。なお、先述のイオングループや、イトーヨーカドーは小規模店舗だけではなく、イオンモールやアリオなどのモール型店舗でも利用できる。一方で、比較的高額決済の多い店舗でも導入が進んでいる。百貨店業、阪急百貨店、近鉄百貨店など、家電量販店、ヨドバシカメラビックカメラなどが挙げられる。また、タクシー、レンタカー店、駐車場、ガソリンスタンド、さらには関西国際空港内の店舗にも導入されており、電車以外の移動手段に関わる店舗にも導入されるなど、導入店舗の種類は今や多種多様である。店舗以外でもイベントやオンライン決済、物流サービスなどでも導入されつつある。後述。2007年に関西地区の一部店舗で試験的導入後、2009年5月12日より関西2府4県及び岡山、広島、山口地区、当初は約520店。いずれも JR 線の駅から離れた店舗は除くにて導入。さらに2013年3月の全国相互利用サービス開始に合わせて、前述各エリアの全店に導入された。2014年9月30日からは、北陸地区全店舗でも利用可能になった。2015年12月1日からは、山陰、四国地区全店舗でも利用可能になり、これにより JR 西日本の全店で利用可能となった。2009年8月24日から北陸、山陰地区などICOCAの未導入エリアを含めた JR 西日本エリア約2700店に導入。さらに2012年2月7日には四国4県、JR 四国エリアの約420店にも導入された。2010年9月27日より、滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県のサークル系とサンクスの全店舗、及び広島県のサンクス各店、島しょ部の店舗を除くへ導入。また同日からは、事前の登録により、サークル系サンクス各店、ICOCA、及び相互利用可能な各種 IC 乗車カード、導入店舗での利用金額に応じて、同社のポイント制度である。軽技クラブの軽ポイントが付与されるサービスも開始した。その後2011年3月29日からは、軽ポイントを JR 西日本グループの J ウエストポイントへの交換も可能になった。2012年2月13日からは、北陸3県、富山県、石川県、福井県、また2013年度、導入日は、7年からは、四国4県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県及び広島県の島しょ部の各店舗にも導入された。2011年3月18日より、北陸、山陰地区などICOCAの未導入エリアを含めた JR 西日本エリアの各店に導入。さらに2013年3月1日より JR 四国エリアの各店でも導入を開始した。また、2014年以降 JR 西日本の駅構内のハートインがセブンイレブンハートインに順次転換されている。2008年7月15日より、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県と三重県の一部の店舗に導入。2016年3月1日より、福井県、香川県、徳島県、愛媛県の店舗にも導入された。2009年6月22日より、順次、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県の約280店舗に導入。その後岡山県、山口県の一部店舗にも導入した。2011年2月1日より、北陸3県、富山、石川、福井の約30店舗にも順次導入されている。ICOCA電子マネー、全国相互利用サービス対応の各 IC 乗車カード、ピタパを除くデモで、プロ野球、J リーグプロゴルフの試合会場にて入場券として利用できるサービス、また当日の入場券を特別価格で購入できる、など、下記のサービスが期間限定で行われている。なお、これらの試合会場では、ICOCAへのチャージのサービスは行っていない。2009年に、オリックス野球クラブとの共同企画として、京セラドーム大阪で開催される、オリックスバファローズの公式戦のうち、ICOCAデーと称して、当該試合の内野自由席当日券を、ICOCA電子マネーで購入した場合、半額となるサービスが行われた。同年8月7日から9日までの対、千葉ロッテマリーンズ3連戦で初めて実施された。2010年度以降のICOCAデーについては、京セラドーム大阪での専用窓口にて、当日券、PC 指定席、内野自由席をICOCA電子マネーで購入すれば、割引となるサービスが、毎年数試合を対象に行われている。J リーグ一部、J1 の大阪サッカークラブ、セレッソ大阪との共同企画として、2010年3月14日に、長井スタジアムにて開催された、セレッソ大阪のホーム開幕戦である、対ガンバ大阪戦、いわゆる、大阪ダービーにおいて、専用窓口にて、ICOCA電子マネーでチケットを購入すれば、優待料金で入場できる。ICOCA優待キャンペーンが行われた。J リーグの試合会場でICOCA電子マネーによる取り扱いが行われたのは、今回が初めてとのことである。サンフレッチェ広島と JR 西日本広島支社の共同企画として、2010年7月14日に広島ビッグアーチで開催されるサンフレッチェ広島対セレッソ大阪戦にて、ICOCA電子マネーによりすべての当日券、指定席、自由席ともを特別価格で購入できる、ICOCAでサンフレッチェ広島を応援に移行デーが実施された。2009年度より、毎年6月に、兵庫県西宮市の読売カントリークラブで開催される日本ゴルフツアー機構、ジャジテオ公認の男子プロゴルフトーナメントである、全英への同ミズノオープン読売クラシックにて、ICOCAで入場できるサービスが導入されてきた。期間中は、ICOCAで入場した場合、会場内のミズノの売店で利用できる500円税込み分の金券もプレゼントされた。2009年度は6月25日から28日まで、翌2010年度は6月24日から27日まで、それぞれ4日間ずつ開催された。2011年度からは、大会名称が全英への同ミズノオープンとなり、岡山県の JFE 瀬戸内海ゴルフクラブでの開催となったため、ICOCAは導入されなかった。兵庫県篠山市で2009年8月15日から12月6日までの間、電動レンタサイクルのサービスを行う社会実験において、通常1日1回700円の料金がICOCAの提示により500円に割引となるサービス、行われた。2010年3月20日から5月30日まで、大阪市立自然史博物館で開催された大恐竜展、同年4月2日より6日まで、岡山ドームで開催された岡山ランの祭典&バラガーデニングフェア2010及び同年4月17日から5月30日まで、奈良県立万葉文化館で開催されたシルクロード奈良への道、平山移行展にて、ICOCAで入場できるサービスが導入された。2010年3月13日より、奈良県桜井市にある安倍文殊院にて、拝観料、絵馬奉納、お守り、祈祷料などの支払いを、本堂に設置された読み取り端末にICOCAをかざすことで、決済が可能となるサービスが導入された。2011年11月25日より、岡山県倉敷市にある有尾倉敷に当日中に、倉敷駅を下車。倉敷駅まで電車を使って有尾倉敷に来た、したという履歴があるカードをかざすと、抽選で施設内の店舗の1ヶ月間、有効割引券がもらえる、ルーレット機が導入された。2013年2月5日からは、国際工業大阪の大阪府内において、関西では初めてタクシーでICOCAが利用できるようになった。2014年7月22日から WiiU の支払い決済に、他の交通系電子マネーと共に利用できるようになった。理論上日本国内ならどこでも支払いが可能。ヤマト運輸の宅急便では集荷の際に、セールスドライバーが携行している端末機器で、日本国内のどこからでも電子マネー、合計12種類で支払いが可能である。2015年10月22日からは、両備えグループ4社、岡山交通、両備えタクシー、岡山タクシー、両備えグレースタクシーの岡山市内において、中国、四国地方では初めてタクシーでICOCAが利用できるようになった。料金決済については、全国相互利用サービス対応の各 IC 乗車カード、ピタパを除くと、和音が利用可能である。2015年11月2日から、台東が運営するゲームセンター。台東ステーションで順次導入を開始した。アーケードゲームのプレイ料金の決済が可能である。これらのサービスにおいては、全国相互利用サービス対応の各 IC 乗車カード、ピタパを除くでも利用可能である。2013年7月27日から、岡山県岡山市のコミュニティサイクル、ももチャリでICOCAを利用者カード及び料金決済に使用できるようになった。このサービスにおいては、利用者カードについては、ファリサ対応 IC カードが、料金決済については、全国相互利用サービス対応の各 IC 乗車カード、ピタパを除くが、利用可能である。ICOCA以外の IC カード乗車券の中で、乗車券機能の相互利用が可能なものでは、2008年3月18日より、東日本旅客鉄道のSuicaとの間で、また2010年3月13日より、東海旅客鉄道のTOICAとの間で、さらに2011年3月5日より、九州旅客鉄道のSUGOCAとも相互利用を開始し、そして2013年3月23日に、交通系 IC 乗車カード10種の全国、相互利用サービスが開始されるのに合わせて、北海道旅客鉄道のKitaca、関東私鉄各社、パスモのパスモ、名古屋鉄道、名鉄、名古屋市交通局などのmanaca、西日本鉄道、西鉄のnimoca、福岡市交通局のJCB兼の各 IC 乗車カードとの電子マネーの相互利用を開始した。なお、ピタパでの電子マネーの相互利用については、電子マネーの決済方式や決済に関する法令が、クレジットカード扱いのピタパと、プリペイドカード扱いの交通系電子マネーで異なること、それに伴うカードの交換やシステムの改修に莫大な費用がかかるなどの理由で、前日の全国相互利用サービスを含めて電子マネーについては対象外となっている。このため、現状のピタパショッピングサービス加盟店に導入エリアごとにICOCA電子マネーなどの交通系電子マネーを並行導入することで対応する方針としている。2007年3月には JCB、三菱UFJ ニコスと市中へのICOCA、電子マネー加盟店開拓、売上生産に関する業務提携に合意し、クイスプ、JCB スマーキプラスビザタッチ、以上三菱 UFJ にコスト、コカ電子マネークレジットカードとの共用端末の導入を目指すとした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。